ははいこんにちは矢田部です、えー。今日はですねボールのキープをやろうと思います、えー、ボーールキープじゃあちょっと山本さんお願いします。ボールのキープなんだけど、はい、えどうするんですかっていう話です。ここで山本さんがこっち側に攻めてる形でキープしないといけなくなりましたどうしますかこのキープですすねどうする下がっていく あ下がっちゃうともったいないかなだってこっち側に攻めてんのにどんどん下がっちゃったら向こう側向いた状態で俺を背負った形になるよねあすん、うん、じゃあこの形でキープです、はい、どうしますかってああこんな感じねこれをキープしましょうっていうじゃあちょっとここを今日はやっていきますね今みたいな場面ででじゃあ山本さんそっちで この状態でディフェンスいるとしたら俺ならここのキープはこうしますちょっと取ってくださいどうでしょうこれで山本さん的にはどうですかなんかこれで終わるんだよねキープ何もできないですねこの感じどうぞ お。お。なんか違いますね。さっきの最初はどうだったっけ。最初はこんな感じでしたね。こんな感じ。こんな感じ。で、待って、もう一回最初のまま、最初のまま、こんな感じでしたよね。で、多分、ここまでもできてなかったよね、足ね。多分、できてない。こんな感じ。こんな感じだったよね、最初はね、この感じ。で、今、ちょっとやられてみて、やったのは、どうやってやったの?。お。うん。お、完全に真似できてますね。ボールがなくなっちゃったよ。 ボールが打さない。ボールもこの形、はい、で今何を注目すべきかってところですよね。今山本さん何を意識したんですか？腕を手首を抑えることと、うん、足ああ足左足を相手の右足につける<お>っていうのを意識しました。もうバッチシですね。もう模範回答ここで最初山本さんは平気で こうやって上に空いて俺の手があったんですよね。はい、で、なんとなくこうやって立ってたと。下手したらこのボールの上に足乗っけりだと。これだとバランス悪いし、なんかこう、コントロールは相手ですよね。この形。なので、キープっていうのは、ここでまずはボールを隠す。一つ目。次、二つ目で、隠しながらも相手の足できれば重ねてあげる。で、さらにここの手をグッと押さえてあげると、これだけで身動き取れないですよね。 俺ももさっっきやられれて取れなかったもんだからこれだけでまずななぜ足が出ないののか話人間の体っていうのはここでまっすぐ立ってくださいまっすぐ立った時に下に引っ張られたらこれをどういうふうに力を加えますか下に引っ張られたら抵抗は上ですよね上なんですよじゃあこれをこういうふうに斜めに押されたらこれをどうしますかこうやって押されてたらこう戻したくなりませんこういうふうに。 このコココマママネネネチチチ的的なななりりまますすよよねねだからここを押さえてるとコマネチになったら倒れるんですよ押されてるからこう斜めに押してるからねこれを抵抗しようとしたらひょいって持ってかれるだからここでね頑張って抵抗したら俺ちょっと寄せたら終わるしでさらにもっと言うとこれ今こう押さえてるっていうことは普通に立ってください。 で普通に足上げてください。これ上げられるよね。で、次、こう押さえて、押さえて、はい、足上げて、倒れるんですよ。だからそうすると、もう一回いきますよ。足出すのも躊躇うしますよね。ここでもう力が入らないと。で、さらに、あこういう風に添えてあげると。邪魔ですよね。で、ボールのそば。そうすると、これで余裕を持って足は封じてるから、ね、できると。でたまにここで あの割れ書き試行はこうやったら取れるじゃんって言って俺だったらこれね大体小学生の割れ書きのやつねすぐ上げ足取りたいやつこうやっていくんですよ。ちょっっとやててみて割書き思考こうやってやられたらはい割れ書きもうこれで終わっちゃうじゃねえかよって取れるじゃんってやついるけど取れねえよって取れる前にお前終わってるよっていうね取れる前に終わってしまうんで。 今のこの一方通行で、これさえできてれば、まずはキープが完成していると。ね。で、これさえできてれば、あとはターンしようかなっていうんでも、話としては、こっち側が有利に進めるというところですね。この辺をぜひね、しっかりと、まずやるべきは、まず第一に、まずボールのそばに足を置いて隠すコーと。次に、 距離を取りながらも相手の足と重ねることで手を添えること仮に足出してください出したらここで添えてブロックしてあげることね添えてあげるだけで終わりますよねこれをぜひマスターしてほしいで次回はこれのボールの奪い方をやりたいのでぜひ、えーえー、しっかりとマスターしてみてほしいと思います足をまずボールのそばですね 次に軽く広げます。で、ここで相手の足が、相手の足があったら、そばに、あ、じゃ動かして。こう添える感じ。もうこれだけで動かしづらいですよね。で、さらに手ですね。手の重ね方。これね、こういう風に不自然にする子結構いるんだけど、そうじゃなくて、普通にこのまま。これでいいです。で、手首の上とか手の上。まあ、どっちでもいい。ここを押さえたら、相手は終わります。で、できれば、ここの親指の形でこうやって押さえてあげる。 これ、芯から見えないです。だからといってファールではありません。お互いに怪我しないだって、足半端に出すと俺も危ないしね。これで足を少し不自由にしてあげるっていうのはすごく大事なところ。えー、こういった部分、えー、ぜひ、えー、この手順、えー、踏んでやってみてください。ということで、チャンネル登録、お願いします